それではなんか名残惜しいけど最後のバンドになってしまいました。では気合い入れてご紹介させていただきます。開成ジュニアアンサンブルスーパーブルーバーズの皆さんです。それでは大きな拍手でお迎えください。中学生メンバーを中心としたとっても爽やかな曲モロッコでした。ソリストを紹介します。レッドサックス高校2年近藤穂夏、トランペット高校2年堀桃香。さて最後にお送りする曲はサミーネスティコの名曲セレブラシオンです。タイトルのセレブラシオンはスペイン語で、日本語にするとお祝いという意味なので、フェスティバルのこの日にぴったりの曲ですね。先にソリストを紹介します。アルトサックス高校3年浅見エリカ
トランペット私、高校2年山口しずるです。それではお聴きください。開成ジュニアアンサンブルスーパーブルーバーズ、ありがとうございました。ね、もうやる曲がすごいよね。はい、
というわけで私と一緒にお話をしてくださるのは山口千鶴さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今演奏を終えてどんな気分でしょうか。すっごい緊張したんですけど、もう最後っていうことでもう全力で楽しんで演奏できたかなって、はい、ね、いいソロも素晴らしかったですよ。ありがとうございます、ね、ということで、スーパーじゃないブルーバーズも先に出てじゃないや、出演していただいたんですけれど、やっぱりみんなも、いろんな学校が集まってという感じで練習してらっしゃるんですよね。そうです、うん、じゃあ、小さい子じゃない、小学校の方のブルーバーズとスーパーブルーバーズ、練習はどんな風に組み合わさってるんですか。ブルーバーズの方は海星南小学校っていう学校で、はい、木曜日と土曜日の5時から、まあ何時からかやっていくとやっていて、はい、スーパーブルーバーズは土曜日の夜だけ、土曜日の夜だけでこんなになっちゃうの、はい、そうなんだ、うんうんうん、でも大変ですよね、みんなが集まって演奏するっていうのは。結構集まれなかったりすることもあるんですか。いや、土曜日は絶対集まって大体の人集まっていて、それでも足りないなって思ったら個人とか、うん、セクションとかで練習するっていうことが結構あるんで、頑張ってきてくれてますね。え、なんかすごいね、偉いよ、ね、休まないってのも偉いね。はい、そしてまたジェントルフォレストとね、そうするとその時はジェントルフォレストジャズバンドとブルーバーズとスーパーブルーバーズの3バンドで。そうです、ね、もう負けちゃうよジェントルフォレストは、ね、びっくりすると思いますけど、でも何回かやってらっしゃるんですよね。1回11月に講師として来てもらって。そうなんだ、楽しみですね。はい、では、3月のイベントについてお話ししていただけますか。はい、3月18日に南足柄市文化会館というところで第11回スプリングジャズコンサートを開催します。ゲストとしてトロンボーン奏者の中地秀明さんに来ていただくので、お近くの方は帰ったらカレンダーに記入していただいて足を運んでもらえると嬉しいです。あら、いいですね、いいですね。はい、ありがとうございました。山口千鶴さんにお話伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。